親子で楽しむお手軽ハイク北八ヶ岳ロープウェイで、7分で到着、坪庭散策のスノーハイクが絶景で最高でした。北八ヶ岳ロープウェイの山麓駅です。そうそう、それでお土産、ここから7分で山頂駅なので向かいたいと思います。お土産で、それではロープウェイに乗ってみましょう。おー、すごい。雪に転落しそうだから。今回は長野旅動画の第2弾ということで、北八ヶ岳ロープウェイで7分でたどり着ける坪庭自然園での、30分から40分のお手軽スノーハイクを楽しみたいと思います。スキーやスノボなどのウィンタースポーツをされている方も多いです。はい、北八ヶ岳の山頂駅に着きました。絶景です。わずかですね、30分か40分ぐらいで坪庭ですねのハイクが楽しめるそうなので、お手軽ハイクとして紹介したいと思います。山頂駅ですが、こちらですね、テラスとかあと休憩所もあるので、こちらで少し休まれてもいいですね。今からお手軽ハイクに行ってきます。もう標高が2237メートルってことなので、もう低山ハイクじゃありませんね。ということで、はい、お手軽ハイクっていうことで、この坪庭は所要時間30分から40分です。行ってみたいと思います。そう、北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅のシンボル、キツツキですね。優しく引っ張りましょう。ツボニアを全部ねえパパ、順路です。ツボニア単勝路を順路に沿って進んでみます。場所によってはスノーシューがないとはまってしまいますので、ご注意ください。大丈夫パパ。無理。ああ危なかった。怖かった。ボーリーまで行けるよ。もうしないの無理やね。パパ。順路に沿って進むと踏み固められているので、チェーンスパイクやアイゼンでなんとか進むことができました。最初のポイント、急な階段45段です。結構急なですね、上りになってます。階段とあるんですけど、もう完全に雪に埋まっていて坂道になってるんですね。なので大人の人がちょっとサポートしてあげましょう。はい、坪庭の第一休憩所に一応たどり着きました。正直で、ここから眺める景色も絶景ですね。
第一休憩所のところにですね、看板があります。第三休憩所の先にある急な階段ですね、ここはちょっと足元自信がない方は、引き返しましょうっていう記載があります。一応進んでみましょう。中間点です。中間点です。こちらからですね、左側に降りると北湯子岳のですね、登山が楽しめます。少しちょっと北湯子岳の風景が見えますね。他の方はですね、スノーシューを履いて、行かれていたみたいです。我々はですね、他の方が踏み固められていた場所を、チェーンスパイク、まあイージースパイクでですね、なんとか歩くことができました。なだらかなスノーハイクが楽しめます。長い竹の棒のですね、先端に赤いテープが巻いてるんですが、これがですね、順路の目印になります。第三休憩所はちょっと雪に埋まってたので、このまま進みます。第三休憩所の先にある急な階段40段です。結構急なですね、下りの階段になっているんですけど、こちらもやっぱり雪で埋まって結構なですね、坂道になってます。一番滑りやすいですね。途中の看板でも、足元に自信ない方は折り返して散策と書いてあったところです。十分注意して降りたいと思います。では子どもたちからの解説をご覧ください。階段が雪に埋まっています。だから急な坂道になっていて、手すりを持って足を横向きにしてゆっくり降りました。このようにしてもらいます。ここを過ぎればあとちょっとですね、楽しい雪道散歩タイムになります。雪がですね、ちょっと降った直後じゃなかったので樹氷みたいなのは見れなかったんですけど、このですね、まあハイマス帯のところ、松の上に雪が残っててですね、ここもすごく綺麗でした。山頂駅が見えてきました。壺庭に行ってきました。登山道は非常に踏み固められていて歩きやすかったです。急な下り坂もありました。乗り換えました。40分くらいの散歩コースです。最高でした。ちゃんちゃちゃん。駅の中ですね、ちょっと愛染で入っていくのはね、禁止なので、外でちゃんと外して入ってくださいね。チェーンスパイク、イージースパイクを片付けましょう。私たちはですね、トレッキングシューズと、チェーンスパイク、子供は、イージースパイクでですね、行きました。
大変ですね、起伏の少ないですね散歩コースで、気軽に楽しめました。おすすめです。はい、スノーシューなんかですね、まあ、足元の装備自信のない方、まあ、持ってない方ですね、実はちょっとロープウェイの駅でもレンタルができます。なので、まあ、そういった不安な方はですねレンタルされて行かれてもいいかなと思います。帰りはロープウェイであっという間ですね。この景色も綺麗です。この後北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅でお土産タイム、気になるですねお土産の中身は別の動画でご紹介します。こちらの北八ヶ岳ロープウェイ7分で行ける、坪庭のですね、スノーハイク参考になりましたらチャンネル登録お願いします。